カールルートビヒコッホ大プフロンゼンロース、エイフィダンの図版カールルートビヒコッフホは、ドイツの昆虫学者、雲学者である。ブラジリアンホワイトニータランチュラなどを含む多くの雲類の記載を行った。クゼールに生まれた。ブルクレンゲンフェルトの森林監督官などを務めた。カールビルヘルムハーンが観光を始めた16巻の雲の執筆を引き継ぎ、その12巻を執筆した。 パンツァーのドイツの昆虫誌のクモ類のーも執筆した。ベレントの昆虫のコレクションをもとに、ベレントと共著で、ダイムバーンスタインビフィンドレカンミリアポダン、ラクニダンウントアプテイロンデアボーアウェルトを執筆した。クモ類の記載においては、CL コッホの表記が用いられる息子の、ルートビヒカール・クリスティアンコッホもクモ学を専門とする昆虫学者である。息子の分類学での表記は、 エルコフホが用いられる。ありがとうございます。